砂山陰には、日本の歌人。北海道函館市の文化運動の象徴の一つと、される雑誌、海峡の創刊者の一人、北海道ゆかりの歌人である、石川拓木に傾倒した人物として知られる。砂山栄二の縄号で、本名は、諸岡虎を。他に、草夢の号も持つ。北海道函館区畑後町出身、函館中学校中退。 船長を務めていたジップが遭難で死亡したため、函館区弁店長の活版印刷業者の中戸家に養子として迎えられた。文芸を愛し、函館中学校在学中に函館商業学校の文化グループに参入して作家活動をし、歌詞の制作などに手を貸した。養子先の印刷所が歌詞の印刷に好都合でグループに迎えられたとも言う。 箱館商業学校で結成された文芸結社、夜行支社が1916年に分散中絶された。あと、1918年に田家人らと共に第二次の夜行支社を結成した。同1918年4月、文芸誌銀の壺を創刊した。当時の号は、昼夜総務であり、大正7年から8年にかけてを最盛期とする。 箱館花壇の前世時代を築く一人となった。翌1919 19年より、砂山英2の号を使い始めた。短歌会も開催し、長谷川海太郎らが参加した。1920年春、夜行使者が解散し、別の文芸結社、桜草使者と合併する形で、海峡使者が誕生した。この社名は、かつて卓木が命名を願っていた名称であり、 宮崎育がこの社名で、新聞上に作品を発表していたが、自然消滅に至り、砂山が、当時の函館図書館館長の岡田健造と交渉して譲り受けたものである。同1920年8月、帰還し、海峡が創刊され、函館を代表する文化人グループによる活動の象徴的な雑誌となった。1921年5月、諸女歌集。 坊ちゃんの歌集を発行した。坊ちゃんの名は、用紙先の印刷所で、従業員が彼を呼んでいた名である。歌集発行後は同人たちと、毎晩のように、函館公園に同人と繰り出し、好んでいたマンドリンを弾いて、歌い狂った。同1921年5月18日未明、生寛連絡船、伏木丸から、津軽海峡に投身実殺した。遺体は発見されていない。 甲板に、遺棄されていた腕時計は、0時0分の状態で針に、ナイフが刺さった状態で止まっており、0時の自殺を決行したと見られている。友人宛の遺書には、何にもことはなかつったことを許してくれ何かしら兄に、告げることができえなかつたのだでは僕は行くさようならと、あった。砂三 a 二の可否化集を発行した頃から、俺が死んだら、宅僕の墓のそばへ埋めてくれのように語っていたといい。 同人たちが、医師に基づき、石川拓木の墓の隣に、仮墓地を定め、遺品の時計、歌集、遺書などを埋めた。年月が過ぎて、それらが亡くなったため、1968年5月16日に、函館市住吉町の市営共同墓地の拓木一族の墓近くに、火が混流された。石踏みには、我が命この海峡の波の間に、 小ゆるびを思うひく岬に立ちての陰にの短歌が刻まれた。唯一の歌集、坊ちゃんの歌集は、後に、私立函館高等学校より非売品の復刻版が発行された。石川卓木の三尾車で、卓木に浸水しており、卓木の墓のある、立町岬にちなむ、立町岬にきにんぼり立てる卓木の墓標に夕べの、雨はそぼ降るなどの短歌を残した。 友人たちの弁によれば、卓牧の歌集ができるたびに、東京へ行き、北海峡で僕は死ぬんだ、カミソリ一丁あれば、喉をついて、海に入るんだと豪語していたという。花粉は生活派を好んだ。歌詞に刻まれた、我が命の歌は、歌集、坊ちゃんの歌集の関東にもあり、人知れず悩み苦しんでいた様子がうかがい知れる。人生の苦悩を忘れたいかのように、 好物であったビールに溺れる歌も見られる。家庭では、養子の上に、養父が5歳を迎えるなどの事情で環境が複雑化し、それに悩んで遠征的になったの説もあり、同人たちの慰めも効果はなかったという。人物像はほとんど研究されていないが、2017年頃より、箱館で研究者が現れ始めた。歌人としての評価は、 最後まで卓牧のエピゴーネンを出せなかったとの声もある。ありがとうございます。